ディエゴ・マルティン・ロッシマラクリアンは、ウルグアイ・モンテビデオ兼モンテビデオ出身のサッカー選手。スユペルリグ・ブ・フェネル・バフチェース・系所属。ポジションは MF。地元モンテビデオの古豪 CA、ペニャロールに2008年に入団。ユースチーム時代から、フェデリコ・バルベルで共に過ごし、各ユース世代のチームで、中心選手として活躍。2016年1月にトップチームに昇格。 2017年シーズンは国内リーグで33試合12得点を記録するなど中心選手に成長した。2017年12月14日、2018年シーズンによりメジャーリーグサッカーに参入することになっていたロサンゼルス FC と契約。チーム初公式戦となった2018年3月4日のシアトルサウンダース戦で、 記念すべきチーム初ゴールを記録。同年シーズンは新規チームのエースとして活躍し、リーグ戦33試合12得点を記録。2019年4月6日の DC ユナイテッド戦では、ウェイン・ルーニーのハードファウルを受けながらもハットトリックを達成した。2021年9月1日、フェネル・バフチェンス系のローン遺跡が発表された。プロデビュー前の2014年から、 各ユース世代のウルグアイ代表に選出。2017年にはエクアドルで開催された南米ユース選手権で優勝を経験。同年に韓国で開催された 2017FIFAU-20 フフワールドカップに U-20 代表として出場した。ありがとうございます。